アーロン・フランク・ムーイは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身のサッカー選手。上海ポート所属。ポジションはミッドフィールダー。オーストラリア代表。性については、ムーイと表記されることもある。ユース時代を、イングランドのボルトン・ワンダラーズ FC の下部組織で、過ごし、2010年10月、出場機会を求めスコットランドのセント・ミレミフ c へ移籍。 二シーズンプレイした後、地元シドニーに新たに設立された A リーグクラブ、ウェスタン、シドニーワンダラーズ FC に加入。加入初年度は23試合に出場し得点を記録。クラブは設立一年目ながら、レギュラーシーズン優勝を飾った。2014年5月、同じく A リーグのメルボルンシティ FC へ移籍。すぐさまレギュラーに定着すると、 27試合に出場し、チームトップの7ゴールと8アシストを記録。翌シーズンには、その記録をさらに上回る11ゴールと、A リーグ記録となる21アシストをマーク。オーストラリア監督のアンジェポステコグルーより、A リーグ史上最高にして、最も刺激的な選手と高い評価を受けるなど、リーグを代表する司令塔にまで登り詰めた。2016年6月、 マンチェスターシティ FC と3年契約を結んだことが発表され、その直後にフットボールリーグチャンピオンシップのハダースフィールドタウン FC へ期限付き移籍することが決定した。2017年6月30日、ハダースフィールドタウン FC に800万ポンドの移籍金で完全移籍した。2019年8月8日、ブライトンホーブ・アルビオネ1年間の 期限付き遺跡が発表された。2020年1月24日、ブライトンホーブアルビオン FC へ完全移籍し、3年半契約を締結した。2020年8月28日、上海へ港集団属級クラブへの移籍が発表された。2009年に U-20 オーストラリア代表として f i f を2 0ワールドカップに出場。同年に、 アイルランド代表との親善試合でフル代表初招集を受ける。この試合では出番は訪れなかったものの2012年12月に東アジアカップ予選に臨むオーストラリア代表に再び選出。初出場となったグアム戦では前半12分に直接フリーキックを決め代表初得点を挙げた。2014年の FIFA ワールドカップは戦外となったが 2015年以降は代表に招集される機会も増え 2018FIFA ワールドカップ予選のメンバーにも名を連ねている。2018年12月8日のアーセナル FC 戦で膝の人体帯を痛めたことでアジアカップ2019は欠場した。ありがとうございます。